福岡ソフトバンクホークス対打順は3番内川。大きなチャンスを1回から迎えましたホークスです。さあ西さん、初回から先制のチャンスを迎えました。まあこういう場面でね、確実に点を取っておきたいですよね。勝負強さを見せてほしい。引っ張った、ヒットになった、サードランナーホームイン。バッターボックス内川、ツーアウトランナー一塁二塁です。西さん、ここはリードを広げておきたい場面ですね。まあこの辺りで追加点が入ると理想的なんですけどね。打ちました、三遊間抜ける、ホームに送球する、ランナーがたまりました。ツーアウト満塁です。バッターは3番内川。まず何を投げてくるか。打ちました、ノーアウトランナー一塁です。打順は3番内川、ヒットでランナーを一塁に置いています。初球打ち、レフトライナー掴んでまずワンアウトです。打席には3番バッター内川、フォアボールのランナーが出ています。切れていきます、ファウル。2球目は何で来るか。打ちました、ワンバウンドヒットになりました。ホームに送球する、ファーストランナー一気にホームイン。ホークス、ソフトバンク内に打ちました。